台風が来るとその後海の魚が釣れると聞きました。でも海水をかき混ぜられるので水温が下がるとのこと。水温が下がると逆に活性が落ちていかないような気がしますが、どうなのでしょうか。それは沖縄の話ですね。台風が来まして川に雨がいっぱい降ります。土砂が流れます。海は全く釣れなくなります。1週間はまあダメだと思っていただければいいでしょうね。全く川が一本もないようなところであれば荒れますね。荒れた後に魚が戻ってくるまでに3日4日ぐらいで帰ってくるというふうにします。ところが川に雨が降っちゃった場合、例えば利根川、群馬県に降りました、埼玉県に降りましたね、茨城に降りましたって言ったら利根川を通じて泥水が流れ込んでいきます。そうしますと大体岸からですね10キロぐらいまではまっちゃっちゃです。だから火星は思いっきり落ちます。だから全く釣れなくなります。沖縄の場合です、真夏になりましてどん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 海水温が上がっていきます。あれ30度を超えている海水がずっとありますとですね、32、3度になっちゃうとサンゴ礁が死んじゃうのよ。サンゴが全面的に死ぬんです。沖縄ってそこそこ南にあるんですが、石垣島って沖縄からさらに400キロ下にあるんですよ。久米島が300キロです。与那国は500キロです。だから相当離れてるよ。だから沖縄と与那国のね、あれ全部沖縄になりますが、東京大阪間の違いがあるわけですよ。だから全然違うでしょ。で32、3度がずっと続きますとサンゴ全部死んじゃうんです。もうでサンゴ次はまた100年かかります。だから時々台風が来てかき混ぜてこないと、もうサンゴが死ぬ、サンゴに住む魚も全部ダメになるということになるんですけど、まあまあだから今かき混ぜてくれてちょうどいいんですよ。まあ良すぎるのを超えちゃってるんですけどね。そうすると海水温が下がってくれてサンゴは元気になるんですよ。だから魚、ただしその時って波の高さが4メーター5メーターとなるとしますね。そうすると水深が 2,3 メーターの横にあったサンゴはどうなります。波がダボーンってきて水がない、ない、水上ない、繰り返しですから魚はそこにはいられませんから全部下行っちゃうんですよ。深い時に降りてみるとで波が落ち着いた時、もうそろそろ上がってもいいんじゃねーって言って一気に上がってくる。そんな困難がありますからね。はい、今のは沖縄の話です。明日来るであろう台風、多分風の影響は3時ぐらいからスタートしまして、6時ぐらいでまあ20メーターぐらいは吹いてくるでしょうね。そこからちょっと長丁場ですね、翌朝の6時ぐらいまで、9時までは暴風圏内にあります。もう本当に、ね、天気予報士の人たちは右側が危ないよって一言も言わないところがダメですよね。はい、皆さん本当に気をつけてください。超でかいですからね、過去に1200人も死んだというね、台風、それに匹敵する、それ以上大きいんじゃないのっていうふうに言われておりますからね。川とか行っちゃダメよ。すげえ氾濫してるらしいでって見に行ってそれでみんな流されるんだから、台風が行った後に行ってください。台風が通り過ぎた後、4日から5日間は霞ヶ浦水系はパラダイスが待っております。増水すると霞ヶ浦水系は相当シャローになって、今まで全部お気に入ったやつがですね全部岸突っかける、これどこにいたんだお前らっていうぐらい、ブラックバスがね、こんなにいたのっていうぐらい上がってます。見た皆さん、こちらの方がですね村田はじめの、オンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像ね、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね本当に一人一人の、あんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えしている。さあ、ということでまあ